よし。じゃあ今回はリンさんとチーです。二人でやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。で今回話すテーマは以前告知したキルレ教について。ああキルレ教ね、世の中にはびこっちゃう。はびこるキルレ至上主義の方々。ちょっとコンビプレイで行こうぜ。銀行さん一緒に行動しようぜ。で、銀さんさ、キルレについてどうお考えですか？ちなみに、銀さんは。どっち派？私ですか？うん。私はね、言わずと知れたネタプレイヤーなので、ね、キルレを気にし始めたら何もできないから。まあ、それはあるよね。もう下手したら今、ピタクラスの中で一番低いんじゃないかっていうぐらいの。うん、だいぶ下から数えた方が圧倒的に早いよね、銀さんは。おぉ、なんか言ってる！びっくりした！早いぐらいのキルレを持ち合わせてるから。うん。たださ、そのキルレ高い人ってさ、なんかキルレが全てのなんかなんていうの判断材料というかさ、はい、キルレ高いイコール強い、弱いイコール低いイコール弱いみたいな。いやそうだね、うん、そういう風に考える人は多いよね。だからある程度基準になるのは確かだよね。俺もあるよ、確かに、うん、あの1割ってる人とかは若干のエイムが当てない人かなとか考えるけど、うん、だとしても1を取ると強い人強いし、で逆に言えばさ、そうキルレが2とか3あるから必ずしも強いっていうわけじゃなくて、結構な頻度でハズレがいるよね。まあ今までの経験上、うん、経験則ではいるよね、いっぱい。うん、別に2だからって競技的に強い人とかはあまり見たことないし。うーん、いやー知らん。どこら辺、左赤点どこあれ今。ないよ、全然敵いないよ、全然敵いないよ。俺もまだ一人もでやってない。あ、いた、なんか寝転がってるよ。え、待って、寝転がってる。こっち気づかれたし。うっせやん。船の上にいたの、それ。船の上。いつも楽しく。どこにいた？なんか今いた。船の上にもいたしね。船の下にもいた。うん、足音。キルレの、キルレの、キルレの人、ジェラコシーでキルレ教やろ。え、キルレなんて、なんて言った、なんて言った、キルレが何、キルレが狂ってる、略してキルレ教だろ。キルレに狂ってるって感じだよね、むしろ。そう、まあ、キルレに、うん、キルレに狂ってないとなかなかこうはいかないからね、ちょっと待って。うん、それはね、チーデスはキルレが全てだと思うんだよ。確かにね、どれだけ死なずに相手を倒せるかとかあるからね。あかーん、そう、チーデスはもうほんとキルレが全て。どんなに芋ったっていいと思うよ、俺は、ルール上は、一応はね。まあ、ルール的に、ね、そう、やっても、そう、楽しくないかで言ったら楽しくないけど、俺的にはね。ただ、その、死なずに何回倒すかを競うルールだから、それで芋を否定するのはおかしな話だろっていう、俺は考えだね、チーデスは。そうだよね。でも、根本的に、スタン3とか、過去作やってて思ったけど、ロースコになって、急激に増えたっていうのがね、あるよ、マジで。何が増えたの？え、あの、芋プレイヤーって言えばいいのかな。いや、別に一つの戦術やから、あの、しすぎれないから、あれやけど。じゃあ、それ、M27 が強いっていうのもあると思うんだよね、原因として。あれね、LMC のね、うん、あいつはマジで壊れ、ぶっ壊れてるのやから。あと、縦 C4 とか、M、縦 C4 とかもさ、もうなんか、まともに打ち合う必要性をなくしちゃったじゃん。うん、それな。そう、だから、銃が。そう、銃が強いっていうか、銃が上手い人が必ずしも上手いわけじゃないゲームっていう、すごい斬新な FPS になってしまって、今までは経験値みたいなのが必要となってたけど、今そんなに経験値って、めっちゃいるわ、赤点助けてください、後ろ打ち負けないで。待って、お前追いかけてる。俺に気づいてなかったみたいだ。やったぜ。ま、早っで、爆発するの。ナイス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 。オッケー。だからさ、俺さ、あって、あかんあかん、俺キルレ教の方々からさ、キルレにもない雑魚が動画出してんじゃねえよって、俺多分ね、1年間で10回以上言われてるよ。ちょっと待てよ、そんなこと言ったら俺の俺のキルレはどうなってしまうの。しまけ、キルレにもない雑魚がっていう言葉がね、なぜか知らないけど何回も言われんの俺。なんか、え、流行ってんのみたいなぐらいに、そういう言葉がみたいな。待って、あばい、あ、アーマー来てる。そういう教徒、アーマー怖い。キルレを重視してる方々からすると、うん、キルレ低いやつが調子高校生じゃないみたいな。まあ多分ね、痛い、そう、
そういうことやね、うん。でもね、俺思うんだけど、はい、これフリフォーにこもったら、キロで20ぐらいいけるんじゃないかな。まあ、言いたいことは分からんでもない。あかん。俺ずっとフリフォーやり続ければ、あぶね。フリフォーね。インフェとかフリフォーとかで結構なんかキルレ上げてる人いるらしいじゃん。インフェってキルレ上がる？上がるらしいよ。よくわかんないけど。俺キルレどっちかってインフェって下がるイメージないやん。ああ、多分だからその完全したら多分動かないんだよ。キルレ上げる人たちは。なるほどね。で一方的に有利な状況でその何感染者だけをただ倒すっていうのをずっとやってるんでしょ。なるほどね。分かるけど。うん、でもそこ。確かに上がるよ。ライブファーシーがいないんだし。うん。そこまでしてキルレ上げて、まあ意味はあるけどさ、飾りだからキルレなんて本当。って思うけど。キルレ切りすぎて動けなくなったら本末転倒なんですよ。足音やばい。あかん。俺が死ぬこれ。やったぜ。こっちからも来んじゃない？来ない？怖いんですけど、俺の周りいっぱいいるんですけど、助けてください。助けてください。今一人通過しました。あなたの方に行きたいんですけどね。今私の周りの敵を、ね、あーいた。ちょっと処理していいだから。あかん。俺の周りいっぱいいる。俺の周りいっぱいいる。さよなら。もう一回。俺の周りいっぱいいるよ。助けて。怖いよ。足音やばいって。上にいる。上にいるけど。あー捕まってきた。やばいわ。人生で一番怖い。あーまあ来たの。うん、動けんくなっちゃったよ。はめられた。あそこに雪だるまハウスにはめ込まれた。あるやつ。もう無理やって、うん、無理やって。もう戦えないよ。あれキルレ教の方からするとさ、忍者さんってキルレ2しかない雑魚だけどさ、どうなんだろうね。下手くそなのかな。いや俺はやつは化け物やと言ったり、俺的には本当にやつは日本でもトップクラスだと俺的にね、あくまで思うけど。あかん。危ない危ない。なんかね、その忍者さんもね、砂でドミネ行ったりするからね、絶対キルレはある程度下がるだろうし、まあ、あの人だったら下がんないかもしれないけど逆に。なんかてか、その根本的にキルレ教って俺間違ってるって思うのが、そのサーチやってる人とチーレスやってる人のキルレなんて全くもって別ゲーなんだから、比べる意味がないと思うんだよ。だって俺あれやからね、平均キル数8やからね。そうそう、サーチしかやってない人なんて平均キル数8やで。そう、平均キル数クソみたいに少ないしね。うわあ、ごめん絶叫して。だからね、あんま同じルールやってるゲームじゃないんだから、チーレスの人はチーレスのロビーでキルレだけ見てればいい話であって、嘘ーん、アイディア。あかっ、あかっ、あかっ、死ぬ、やったぜ。ラスキューいただいたわ、悪いな。だからね、別ゲーやってるわけだから、そのサーチミンとドミネミンとかチーレスミンのキルレを比べたところで、全く意味なんてなくて、だからね、うん。で、あの、こだわりすぎるなっていうことやな。そんなこだわったところで大して意味はないから。だからもうある程度の本当判断材料にしかなんねえ、軽めの。多分おそらく弱いんだろうな、おそらく強いんだろうなっていう。いや、あの、基本的にピザクランはキルレ2以上にしない方がいい。材料としてはあるやと思うけど、ピザだとさ、それで決めつけるのはキルレさ、それで決めつけたら俺キルレ 1.394 やったよ。聞いて、うん、あれさ、ピザだとさ、キルレ下手に高いとさ、ハードルが上がりすぎるだけだからさ、実力以上にキルレつけたところでさ、叩かれるだけだから意味ないっていう判断だよね、俺らは。デメリットの方が多い気がします。俺らの中では、キルレそれだけあるのに、なんでそういう動きなんてサーチで言われてしまう。そう、俺らに煽られるだけだし、敵にも煽られるし、意味ないよね、キルレなんで高くても。俺はそう思うけどな。まあ、今回キルレ教については以上で。終わりにしたいと思います。終わりたいと思います。オパシと銀行のチャンネル登録をお願いします。銀行のチャンネルはこちらの方に貼ってありますので、ぜひクリックしてください。携帯の方は説明文の方に貼っておきますので、ぜひクリックしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントをお待ちしています。バイバイ。